人。鉱石が足りねえ、カニ池。銅が3000個しかないんです。十分じゃね？今後もっともっと必要になる予定なんです。そこでシリーズも一区切りしたことですし、今までしていた枷を外そうかと思います。枷って言っても自分で縛ってただけじゃん。枷セルフじゃん。その縛りというのが、スポーン地点の孤島の外に進出しない。例外はありましたが、今までの施設はほぼ全て島の中で作成していました。確かに、今回からその島の垣根を越えて施設を作ってみようと思います。お。沈没船発見。ずっと島に引きこもってたから周囲の地形何にも知らないんだよな。ゴミだけー。こっちは宝の地図がありました。海の心を使ったギミックも考えてみたいですね。あばばば、溺れる。シリーズを更新するにあたり、新しいモッドもいくつか導入しました。環境音モッドやビジュアル変更モッドなど、動画にはあまり登場しないモッドや、新しくクリエイトのアドオンも導入。詳細は動画概要欄をご覧ください。ここら辺でいいかな。鉱石が足りないって言ったって、地下に行かないと手に入らないだろ。できるだけ地下探索したくないんだわ。うん、知ってる、洞窟探索嫌いだもんな。ということでここを露天掘りします。工業のお箱始まったな。まずは採掘範囲を決めましょう。多分そこまで意味はないと思いますが、ジャンクの境目を意識して範囲を指定しましょう。あやっぺミニマップの拡大キーどれか忘れた。変なキーをして視点が回転しちゃってる。どれ？回転方向リセットキーどれ？あーいや、こういう場合は大抵リログすれば元に戻りませんでした。これくらいかな。そこまで広くないか。マッチしてない。広さは6チャンク ×8 チャンク、合計48チャンクになります。だな。やっぱりマッチしてる。いけたな。この範囲を採掘していくわけですが、採掘といえば地獄を見た経験があります。マイクラクラッシュの始まり。始まらないで欲しかった。その回で実行した採掘方法は確かに効率が良く無駄もありませんでしたが、その分負荷がかかって動かせませんでした。そうだな。ということで今回は私が生み出した露天採掘機を作ってみようと思います。おお、その小さい脳みそかつ初心者のお前が考えたのか。私が求める露天採掘機の条件は、まずクラッシュしない。クラッシュしたら動かせないから、これは当然。言い方を変えれば負荷が少ないとも言えます。次に柔軟性がある。はいどうぞ。これは柔軟剤。柔軟性っていうのは、採掘範囲を自由にかつ手軽に決めることができるということです。広い範囲も狭い範囲も両方使えるってことだな。拡張性があるとも言えますね。そして最後、できるだけ簡単に組み立てたい。おっと、急に適当になったな。このシリーズはできるだけ初心者の方でも作れるような仕組みを作っていきたいので、無駄な機能は極限まで削ぎ落としていますという建前で、難しい機械を考えるのめんどくさい。でも動画投稿者としては必要かもな。今回はこの3つを叶える露天採掘機を作ってきました。とは言っても妥協点もあります。採掘速度はそこまで速くありませんし、仕組みもできるだけ簡略化したとはいえちょっとは複雑になっています。そしてここが一番の問題で、完全放置で採掘はできません。おっと、これは結構大きな欠点じゃないのか。これはこの後説明しますが、水と溶岩の位置によっては詰まってしまう場合があるからですね。まあそればっかりは仕方ないな。回避方法もなくはないですが、そっちの方がより面倒くさくなるので今回は妥協しました。という機会です。なんかプレゼン聞いてるみたいで眠かったわ。それはマジごめん。それでは早速組み立てていきましょう。まずは採掘部分、ドリルを設置していきます。今回は1列だけ設置していきましょう。採掘範囲全てをカバーしなくてもいいんだな。ドリルが大きすぎると負荷がかかってしまいますからね。そしたらドリルの上にブロックを設置。アイテム金庫みたいなインベントリがあるブロックもここに設置しちゃいましょう。設置できたらアイテム金庫とドリルをブルーで接着します。これでよし。地上から見るとこんな感じ。まあまあ広い。そこそこ広いように思います。そしたらシートを設置します。これはいらないだろ。ここで一息つきましょう。今回のミソ、ローププーリーちゃんです。久々登場。一応今回パート1なんですけどね。そのローププーリーの隣にガントリーシリーズを設置します。ロープ自体を動かすのか。今までやってきませんでしたが、ローププーリーはかなり便利な機械なのです。じゃ、このガントリーシャフトを採掘範囲分伸ばしてきます。伸ばしました。ここのポイントとして、採掘範囲より少し伸ばさないといけません。数ブロックはみ出てるな。こうしないとエラーが発生します。そしたらレッドストーンコンタクトを設置して、ローププーリー側もセット。ブルーでくっつけておきましょう。あとは適当なブロックをレッドストーンコンタクトの隣に伸ばして、その先にポータブルストレージインターフェースをセット。ブルーでくっつけます。このポータブルストレージインターフェースで掘ったアイテムを回収するのかな。採掘部分はこれで完成。もちろん受け取り側のポータブルストレージインターフェースも忘れずに。今回は採掘範囲がかなり広いから、アイテム金庫もすぐに埋まっ
ってしまいそうだな。これでよし。それじゃ次はいよいよ核の部分、システム面を構築していきます。終わったら読んで。はい、どっかに行こうとするな。ルービックキューブの世界大会に出てくる。すごいな、行ってらっしゃい。ガントリーシャフトからシャフトを数ブロック分伸ばして、その先にチェーンドライブを2つ設置、片方のチェーンドライブにもう1つチェーンドライブを設置します。なんか言葉遊び聞いてる気分になってきた。そしてその先にシャフト、シャフトの隣にシーケンスギアシフトを設置します。そしたらシャフトの先にまた2つチェーンドライブを設置。家のは作ってる？作ってません。伸ばしたチェーンドライブにシーケンスじゃない方のギアシフトを設置します。だんだん複雑になってまいりました。そしてここにパルスリピーターを設置していますが、これは間違いです。正しくはトグルラッチです。これは後で修正します。その先にレッドストーンリンクを設置、頭こんがらがるシリーズ筆頭。ギアシフトの先にクリエイト製の粘着ピストンを設置します。ボールは1本だけつけておきましょう。これでチェーンドライブを動かすことができます。この仕組みどっかで見たことあるような。はい、こちら陸編で作成したギアチェーンシステムです。懐かし。当時は使い道がないと思っていたのですが、まさかこんなところで使い道が出てくるとは思いませんでした。何事も作っておくものだな。シーケンスギアシフトの設定をしましょう。今回このシーケンスギアシフトには繰り返し動いていただきたいので、クリエイトならではの連続でレッドストーン信号を出力してくれる仕組みを作りました。メカニカルベアリングでレッドストーンコンタクトを回転させて連続で信号を出力してもらいます。面白い。そしてもう一つシーケンスギアシフトを使います。使う場所はローププーリーのロープを巻き取る面。設置して設定は後で行いましょう。あとはレッドストーンリンクをちょちょいと設置します。もうここまで来るとシンプルとは名乗れないね。うぐぐ、できるだけ簡素化したんですけど、作るものが作るものですからね。こればっかりは致し方なし。ローププーリーの上のレッドストーンコンタクトの対になるレッドストーンを設置して、リンクを設置します。チャンネルはローププーリー一つ、そしてこれと同じチャンネルを、こっちのレッドストーンリンクにセットします。受信モードにするのを忘れずに。その先のレッドストーンリンクにはローププーリーと鉄のシートチャンネルと銅のシートチャンネルにセットします。そしてギアシフトにつながるトグルラッチ用のレッドストーンリンクは鉄シートチャンネルをセット。ローププーリーに接続されてるシーケンスギアシフトのレッドストーンリンクには銅のプレートチャンネルを設定します。今のセリフやさいましましからめましやぶらすくなめニンニクみたいな感じだったぞ。間違えないように何度もチェックして設定。そしてこのシーケンスギアシフトの設定を1ブロック移動にします。ロープを1ブロック分動かすってことかな。ここのレッドストーンリンクと、あそこのレッドストーンリンク、こっちの遅延なしのレッドストーンリンクが、あそこのレッドストーンリンク、この遅延ありのレッドストーンリンクが、ここのギアシフトのレッドストーンリンクと同期しています。今回のレッドストーンリンクのチャンネル使用数は3つか。あ、そうそう、こっち側のレッドストーンコンタクトにもレッドストーンリンクを設置しないといけません。ここには遅延を組み込みます。これで OK。 最後にこのシーケンスギアシフトの設定をすれば仕組みは完成。ここもさっきのシーケンスギアシフトと同じく1メートル移動に設定しましょう。これでよし。これでブロックの設置は完了したので、動力の準備をしましょう。今回は水車を使います。なんだ、風車じゃないのか。ちょうど真下が海ですから。それ関係あるのか。ということで完成。これが露天採掘機でございます。なんというか、確かにそこまでブロックは使われてないな。他の露天採掘機よりかはコンパクトにできたんじゃないかなと思います。ロマンが欠けてるとも言う。あ、ローププーリーのシーケンスギアシフトに動力伸ばすの忘れてた。これでよし。それでは動力を送って動かしてみましょう。ちなみに遅延の設定とか回転速度の設定とか一切してないので、まだ正常稼働はしません。テストワールドで事前に調べとけよ。そこはまあ職人の手で。職人かっこわら。 SU をどれくらい使ってるのか確認。たったの 11%。 これは回転速度を上げても問題なさそうですね。さて、動力を送ったことでドリルが移動し始めました。このドリルの移動で地面を採掘するわけだな。ドリルはスライドしても採掘してくれるので非常に便利です。そして一番奥まで移動してレッドストーンコンタクトが作動すると、ウィンガシャ、こんな感じでガントリーシャフトに送られる動力が変更されます。今接続されたシーケンスギアシフトは楽回転かつ1ブロックずつ移動するように設定しています。
ハイエラー。ぐぬぬ、まあ予想はしてましたけどね。回転速度を落としたら問題なく作動しました。さてなぜこんなクソめんどい1ブロックずつ移動するようにしているかですが、理由は簡単で、溶岩源や水源を消すためです。出た、露天堀の大敵。移動中のドリルは水源を消してくれませんが、移動を1メートルずつにして一旦移動を止めて液体源を上書き消去します。これで自然の丸石製造機ができることが防げるってことだな。あとは掘り終わった後に水源を消す作業もしなくて済みます。ドリルがこっちまで戻ってくると、ローププーリーとシーケンスギアシフトが接続され、ドリルを1ブロック分下に下げます。そしてギアシフトへのレッドストーン入力がカットされ、またドリルが採掘し始めます。これを繰り返して岩盤まで掘り進めていきます。確かに採掘速度は遅いけど、拡張性もあって便利かもしれないな。でもまだ微調整ができていないのでちょちょいと調整します。まずは奥まで行ったドリルがこっちに戻ってこない問題。これは遅延の調整や、回転速度の調整で改善しました。スピードコントローラーが2つ。採掘時の速度は最速でも問題ないんですが、帰還時の回転速度は落とさないと処理的な問題で引っかかってしまいます。これで問題なく作動します。ということで露天堀完成。これで放置で岩盤がこんにちはするわけだな。と言いたいんですが、作成するときに言ったように完全放置とはいかないんですね。あ、そういえばそんなこと言ってたな。採掘範囲の中に溶岩源や水源があるのは問題ないんですが、問題なのは採掘範囲外に溶岩源がある場合、こんな感じで壁から溶岩がこんにちはするとほぼ必ず丸石製造機ができてしまいます。なので完全放置とはいかないんですね。と思っていたのですが、流れ変わったな。最初から採掘範囲をすべて水浸しにすればそれも解決されるということに気がつきました。ということは、完全放置で岩盤まで採掘してくれるようにできました。これで一つ問題点が消えたな。以上、露天採掘機についてでした。ちなみに時間がかかってるので編集時現在まだ地面までは到達していません。次回には岩盤まで掘れてるかな？もうちょっとだけ続くんじゃ、次は回収した資源を倉庫に送る仕組みを作らなければなりません。結構遠いな。距離は直線で約500メートルくらいなのでこれをベルトコンベアで運ぶのはちょっと遠すぎです。ってことで今回は貨物列車を作りたいと思います。した、長距離輸送はベルトコンベアより貨物列車の方が簡単に作成できます。見た目もいいしな。まずは線路を敷設しましょう。今回は新しく導入したアドオンのアイテムを使ってみようと思います。早速の新要素。それがこれ、白樺のレール。文字通り白樺で作成されているレールです。今までは石しかなかったのか。これを大量に作ってきました。まずはこの露天採掘機と拠点の環状線を接続しましょう。あれ？なぜかここのチェーンドライブ壊れてる。そんなはずはないんだけど。あ、これ謎動力か。久々に来たなこのバグ。説明しよう。謎動力とは、動力源の接続はカットしてるのに謎の部分から謎の力が発生する奇妙なバグなのだ。これは謎動力が発生してる場所を突き止めない限り止まらないぞ。もちろんリログしてもこのバグはなくなることはない。いつもは厄介なバグで、最悪機械の取り壊しをしなきゃいけない恐ろしいバグなんだけど、今回はこのガントリーシャフトのどれかが謎動力を生み出してるのは確定なので機械取り壊しはしなくて大丈夫そうです。できるだけ仕組みを削ぎ落としておいて正解だった。はい、謎動力を生み出していたガントリーシャフト解体完了です。なんか天秤を使って重さの違う金貨を見つけるパズルを解いてる気分だった。はい、到着。なげえ。次に環状線と接続するわけですが、ちょっとした設計ミスにより空中でカーブをしなければいけないことになりました。設計してないだろお前。ちょちょちょ、危ない危ない。空中で右に曲がって、左に曲げて位置調整。あとはあの石レンガに接続するだけなんですが、こんな感じになりました。うねりがすごい。線路設置に関する知識が浅いせいで変なうねりができてしまいました。これはちょっと世間が許してくれやすえんよ。改善案をご存知の方は教えていただけると嬉しいです。はい、敷設完了。なんか大腸みたい。そして貨物列車も作りました。手抜きがすごい。ごめん、久しく列車組み立ててないからデザイン忘れちゃった。そんな忘れるほどのデザインでもないだろ。はい、出来上がり。いつもの。あとは受け取り口を作成します。これはいつもと違う場所にポータブルストレージインターフェースを設置する感じだな。今回は天井からアイテムを回収することにします。はい、繋がりました。あれ、なんか今変なものが見えたような。オードリル部分が分割されちゃってるじゃねえか。新たなバグ。粘着部分が外れるバグなんて今までで初めてだ。まあただ幸いというか、修繕はそこまで難しくはなさそうですけど。
システム上は問題ないはずなんですが、何かの弾みで外れちゃったのでしょう。まさか確率で外れる仕組みなんてないよね。念のために銃でグルーをつけておきます。リンクコントローラーで制御できるようにしてみた。オーライオーライ。はい、接着。一応問題はなさそうだけどな。でもまた分解されたら困るので、ここも二重で接着しておきます。同じようにここも直して二重に接着。もう一つも。これでよし。まさかブルーが外れるなんて。万能じゃなかったのか。車掌さんも準備して、これでアイテム輸送の自動化も完了です。車掌が失うのはデフォ。事故が起きないように忘れずにトレインシグナルを挟んで、これであとは放置するだけで鉱石ガッポガッポです。やっと完成したのか。動画時間もいつもよりちょっと長くなってしまいました。次回には露天採掘しきれると思います。ということで、今回はここまで。今回から新シリーズ、島脱出編をお楽しみに。直島縛りが消えたことでネザートエンドも開拓対象に入った模様。待ってろよピグリンども。そんな恨みを買う要素あった？それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録よろしくな。なんでクアーリー使わないんですか？いや、なんでむしろクアーリー使わないと。そういえばこのシリーズの目標を伝えるのを忘れていました。一番大事なところだろ。この動画はクリエイトというモットーを布教するべく、クリエイトでいろんなものを作っていく動画です。ありがたいことにこのシリーズがきっかけでクリエイト始めた人も出てくるようになったな。ありがたいことです。なのでこのシリーズでは初心者の私が四苦八苦しながらクリエイトでいろんな工場を作っていくことになるので、今のところ他の大型モッドを導入する予定はありません。料理モッドとか工業に関係ないモッドなら今後入れるかもしれないけどな。コンタクトは動いてるから栗に使うので、停止しながら動く場合はレッドストーンとかの方が綺麗ですよ。なるほどね。これレッドストーンに変えた方が効率がいいのでは？今そのコメント読んだだろ、復唱するな。実はここの折り返し地点の遅延の調整がめちゃめちゃシビアでして、最大23秒の遅延をしなければ止まってしまいます。長いな。で、そのクソ長い秒数の理由は？それは黒曜石の採掘に22秒ほどかかるからです。ここに今回の採掘機の簡易版を作成しました。実に簡素である。今回の採掘機はこの両端のレッドストーンコンタクトの信号で移動を制御しています。これで採掘フェーズと水抜きフェーズを切り替えてるわけだな。この仕組み上、採掘範囲の最後のブロックを採掘しようとすると無限ループが発生してしまいます。これは水抜きフェーズの時1ブロックだけ移動させる間にブロックを破壊できないからです。シーケンスギアシフトで回転数を指定しても、それは正確には1ブロック移動させる命令ではありません。正確には1ブロック移動に必要な回転を与える、ということ。例えば1ブロック移動させる時は1回転させて、2ブロック移動する時は2回転させます。2ブロックの時は2回転させるってことだな。移動だけが目的ならこれで問題はありませんが、問題はそこにドリルによる採掘を行う時、ドリルでブロックを採掘する時は機械は止まっているので、回転の一部をドリル稼働に回すことになります。この間は移動はできません。で、今回の場合はこの1回転を連続して処理させるように組んだので、これを連続して稼働させるわけですが、実際移動してるのはこのオレンジの部分で、1回の処理で1ブロック移動できていません。つまり移動できずに同じ処理が永遠にループされるということです。そこで遅延設定、こうすることで採掘フェーズと水抜きフェーズの切り替えを遅らせます。ブロックを破壊して、その後切り替えのレッドストーン信号が送られています。これで採掘フェーズと水抜きフェーズの間に時間ができます。その間にブロックを破壊します。で、これが黒曜石の場合、採掘に22秒くらいかかるので、遅延を23秒くらいにしないと止まってしまうわけです。で、これをレッドストーンブロックに切り替えるとどうなるかですが、これがこうなります。遅延の設定をする必要がなくなります。前述したようにこの採掘機の切り替えはレッドストーンコンタクトを使用しているのですが、レッドストーンブロックに置き換えることで、なので遅延の設定をしなくても、こんな感じで問題なく採掘フェーズと水抜きフェーズの切り替えが行われる、というわけです。いやはや、目から鱗でしたよ。そんな手段があるなんて、これでより効率的に採掘が始まります。コメントしてくれた方、ありがとうございました。
せっかくなので今の採掘状況を見てみましょう。もう深層に入ってるな。ダイヤモンドもちらほら見かけてるので、もうそろそろ岩盤に到着しそうです。でも確かアップデでダイヤの生成頻度上がったんだよな。マジ？でもその分塊は小さくなったはず。あー今まではたくさんのダイヤを低い頻度で見つけられてたけど、高い頻度で少量のダイヤに変更されたのか、そっちの方が個人的には探索しがいがあって好きかも。探索せず丸ごと掘り抜いてるやつが小ざくな。あ、そういえば、おはよう。あ、おはようございます。睡眠導入 BGM として最適でした。あと数時間放置すれば掘り抜くことができそうです。ちゃんと溶岩対策も機能してるかどうか確認。うん、問題なさそうですね。はい、掘り抜けました。だいたいあれから3時間くらいかかったかな。クリエイト目線で見ると採掘は遅いかもしれませんが、工業系として見ると意外と早い部類に入るかと思います。と工業モッド歴10年のコアッパがほざいとります。それじゃ採掘機を分解していきましょう。この採掘機もテンプレートにして簡単にペーストできるようにしたいな。ただ今回初めてこのシステムの採掘機を作って、いろいろ問題点とか出てきて、それを改善したいので、納得ができる採掘機が作れるまではテンプレートの作成は行わないと思います。ちょっと深層岩が山ほど手に入って倉庫圧迫しそうなので、ここで溶岩に捨てちゃいましょう。たくさん貯めても使い道ないしな。でも深層岩は無限量産ができないはずなので、ポイポイ捨てるのちょっともやっとします。にしても全然回収されてる気がしません。アイテムの受け渡しされてるかこれ。うーん、もしかしたら車庫の方に問題が発生したかも。ちょっと確認しに行きましょう。実はちゃっかり改造してる駅に到着。回収するアイテムが多すぎて複数対応にしないと間に合わない。やはり、アイテムが詰まってますね。深層岩が多すぎて倉庫圧迫してるんじゃないか。あー詰まってますね。深層岩の回収量を舐めてたな。丸石と深層岩は捨てる方針でいきましょう。死ぬほどドロップしてて草。これでアイテムの輸送が再開しました。ちなみに倉庫に入る前に深層岩を捨てるようにしています。使い道ないもんな。深層岩これで放置すればアイテムの輸送が終わるでしょう。海底神殿を探しに行くぞ。当チャンネルの貴重な戦闘シーン。今回掘り抜いた場所、溶岩対策に水を流したわけですが、その水抜きが非常に面倒くさそう。自業自得。なのでスポンジを使ってできるだけ簡単に水抜きをしたいと思います。楽をするために苦労する。工業モッドの醍醐味ですな。スポンジはそんなに工業関係なくない。面白い地形を発見。こんななだらかな斜面、生成されてたっけ。地上は草と砂利の楽園。幼稚園の遠足先みたい。その隣には氷も張っていました。幼稚園の遠足先みたい。見つけました。海をぐるっと一周した結果、拠点の近くにありました。灯台の下真っ暗。それでは息を整えて、スプラさんの DLC 届く。ん？その心は肺から出るでしょう。息を整えるってそういう意味じゃねえよ。着水。今回は酸素ヘルメットと水中ブーツを履いてきてるので、地上と同じように探索ができます。さすがに30分以内には攻略できるでしょ。まずは入り口を見つけるところから。見つけました。お邪魔しまう。このモーニングスターみたいなモンスターは雑魚なのでいいんですけど、この迷路が厄介。ずっと同じ景色で狭いからネザーより立ち悪い。あーあーあー、露天掘りしてー。工業の悪影響出てますよ。お宝隠されゾーンに来ました。お宝といっても金ブロックでしょ。必要ないだろ。銅ブロックとか埋まってませんかね。なんとポテキャンが水中で速度減衰しないことが判明。さすが我らのポテキャン。ただ金の人参を弾薬にしてもワンパンできないのが難点。そういえばガーディアンの体力は30だもんな。マジで？なんで知らなかったんだよ。結構前に追加されたモンスターだぞ。ワンパンで倒すにはポーションで攻撃力を上げないとダメですね。もしくはエンチャを限界突破するとか。採掘速度低下デバフかかってるから掘れないぞ。なんでドリルなのにその影響受けるの。ゲームのシステムに文句をつけるな。でも納得できる理由欲しくない。エアモーター部分にワカメを絡ませてるんだよ。すごく納得した。よかったです。お、スポンジ部屋。目的のものを発見。確かスポンジ部屋が生成されない神殿もあったはず。ナイスラック。でも破壊は不可。仕方がない。モーニングスターをモーニングスターしに行きましょう。第一のモーニングスター発見。うーん、これは雑魚。このでかいだけのバカは確か海底神殿に3体いるはずなので、それもデストロイしに行きましょう。でかければ勝てるとでも思ったか、バカ。
エルダーガーディアン、最大で3体いるってことだったんですね。3体固定だと思っちゃったね。スポンジ回収、いつかここも水抜きしてやるからな。合計でスポンジ22個手に入りました。まあまあだな。1スタックくらいあれば余裕で水抜きできそうですが、集めるのめんどくさいのでこれを使い回します。ナイス SDGs。炎の力で水分を吹っ飛ばします。全然水分飛んでいってなくて草。ああこれ溶岩の力で水分飛ばすんですね。いや火力高すぎだろ鉱石を精錬するレベルだ。はい出来上がり、それでは水抜き開始。おかしいな、水抜きのために採掘機に水抜きモード搭載したのに、バッチリ水源が生成されてる。水抜き能力が低かったのでしょうか。これは要改善ですね。終わる気がしない、ので水抜き機を作りました。なんこれ。ホースの水汲み取り機能を使って水源を回収。回収した水源を丸石ブロックで物理的に消去しています。最初からこれ作っとけよ。いやーホースの概念忘れてました。これでゆっくりではありますが水源が消去されていきます。海底神殿に一体見どこ？さらに改造しまして、次は海に水を捨てる仕組みを作りました。そんなこともできるのか。どうやら一定の条件で無限化する水源には無限に水を捨てることもできるらしいです。一応実験してみたけど問題なく捨てれたな。こんな感じで水を捨てる研究をして約2時間。時間かけすぎだろ。ついに水抜きが完了しました。露天掘りってさ、遠くから見るとそんなに大きく見えないよな。地下に降りるとこんな感じ。マイナス座標ができたおかげでかなり壁感が増したな。ちなみに光源バグのせいで天井内のにモンスターが湧きまくる模様。なんでだよ。光源バグの直し方、募集中です。ということで今回はここまで。やっぱり意外と狭い。今回は採掘機が試作段階だったのでこれくらいになりました。あ、ちなみに目的の銅は全然溜まりませんでした。大事なところ。ただ銅の入手方法は他にもあるので、次回実質どれくらい手に入ったか確認してみます。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録よろしくな。光源バグはバグってるとこに光源置けば治りますよ。私もこのバグを見つけた時真っ先に光源を設置してみたんですが、この光源バグは光の処理の更新がされないというより、謎のブロックによって光が遮断されてるというあまり見ないタイプのバグらしく、松明を置いて明かりを更新しても何も変わりませんでした。なんと厄介な。あとチャンクリロードでの改善策もコメントにありましたが、ダメみたいですね。ま、でも、この光源バグに実害はないので今回は無視します。敵が湧くのはどう考えても実害だろ。ザコどもめ、あと掘り抜いたところが偶然にもスライムチャンクでした。スライムチャンク助かる。助かる。スライムボールは小麦粉から作り出すこともできますが、それは前作でしましたし今回はスライムトラップも作ってみましょう。あ、今は作りませんよ。廃坑をぶった切ってました。だからチェストの中ぶちまけちゃってるだろうな。せっかくなのでちょっとだけ探索してみますか。終わり、撤収。探索なんてなかった。ちょうど帰りの列車が到着しました。これに乗って帰りましょう。はい到着。もうアイテム輸送しなくてもいいので車掌の権利を剥奪します。でも自由の身にはさせない。そういえばここにもバグがありまして、謎の列車がミニマップに出現しました。このマップにもう一人いるぜ。万年ぼっちなのでありえないです。あ、はい。これは今のところ本当に実害はありません。ただミニマップに表示されちゃってるだけか。ただワンチャンワールドの負荷原因になってるかも。でも害を実感してないならいいじゃん。そうとも言う。実感するのはパソコンだけ。おっとそう聞くと良くない可能性もあるな。さて露天掘りの目的、銅の回収ですが、そんなに溜まりませんでした。銅って結構希少な鉱石なのか。ただ前回の最後にも言ったように、銅を生成するブロックも存在しています。お助けアイテム。助かる。これも砕いて最終的にどれくらい銅が手に入るのか、楽しみですね。2トン欲しい。まずはこのベリジウム、なんかグミみたい。紐球だよね。おばあちゃん、紐球はもう生産終了してるのよ。もうあやとりはできないのか。紐でやれ組でやるな。それじゃあ粉砕機にぶち込んで。ゴリ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 。これでどれくらい手に入るのか楽しみだな。あとは溶解岩からも銅は手に入るみたいですが、スズメにグーパン食らわせたくらいしか手に入らなさそうなので今回はスルーします。
それじゃデストロイしに行きましょう。急に別ゲーを始めるな。実は最近、鉄工場の稼働を止めていました。ここの工場動いてる方が稀なんじゃね？それはここのステッカーのバグが多発しているからです。バグというか、動機ずれ？ある部分だけステッカーのオンオフが反転してしまってる時がよくありまして、それの修正がめんどくさくて稼働を停止していました。そしたら暗算暗号金の在庫がなくなりました。絵に描いたような自業自得。これでは歯車どころかシャフトを回すこともままならず廃業になってしまいます。全部インボイス制度のせいだ。なので鉄工場の再稼働をしたいわけですが、いかんせん丸石生産の速度が速すぎて処理が追いついていません。何世代先の機械を作ってしまったのだ。なので今回は鉄工場の処理工場を目指します。よし、修正完了。ここの動機ずれも結構な頻度で発生するから、修正案も考えるべきかもな。むしろ生成速度を落とすダウングレードも検討中。で、どこから手をつけるかというと、ここのメインエンジン、鉄工場の心臓部分、ここのアップグレードを行いたいと思います。この丸石の処理速度の遅さを改善するには、単純に破砕ホイールの数を増やすだけ。一番手っ取り早くて一番簡単、そして一番つまらない。石橋は叩いて壊して作り直せ。ということでここのエンジンの強化を行いたいと思います。意外と S 流がカツカツだからな。はい、停止。今動いてるのは丸石製造機のステッカーと、元気に走り回ってる丸石だけです。メガネっ子が活躍するアニメです。今までお疲れ。とりあえず休め。下のブレイズなんて、食事ももらえないままだったんだな。なぜ生きてるんだ。はい、土地確保。おお、結構広い。これだけあれば十分強力なエンジンが作成できるでしょう。まずはブレイズ設置。ブレイズさん、休憩終了です。はい、こんな感じ。そしたら次はエンジン部分、ではなくエンジンの燃料を作る場所を作りましょう。別名ブレイズの餌。今までブレイズには木炭を食わせてきましたが、今回は別のものを与えてみようと思います。なんだろうな、卵の殻。ハウルの動く城ではないです。今回はブレイズに与える餌の中でも上位クラスの、溶岩を使ってみようと思います。最上位ではないのね。最上位のブレイズケーキは量産がめんどくさいので今回はパス。近い近い。それに溶岩でも問題なく動くと思います。ということでブレイズ君の下に空間を確保。ちょっと狭い。デポをセットして、ベルトを伸ばして、ファンネルをちょちょい、そして上にスポイトをセットします。これは、バケツに溶岩を入れるのか。どうやらブレイズ君は直飲みは拒否するらしく、パイプでの溶岩供給はできませんでした。経験値は直で飲むくせに。なので一旦バケツに溶岩を注いで、それをブレイズに渡す方式でやってみようと思います。溶岩を貯めるといえば、大釜を使った溶岩回収施設ですね。大きい溶岩工場作ったんだからそこから使えよ。まあそれも考えたんですが、常時稼働してほしい鉄工場なら現地で生産した方が早いかなぁと。ちなみに動作確認済みです。風車で稼働させて、大きい歯車で速度上昇。これで風車を動かして、スピードコントローラーを挟んで稼働開始。風車とスピードコントローラーはセットで考えるべき。これで溶岩が溜まっていきます。溜まってる気しなくない？あっべー。クソデカ溶岩工場はもっと景気よく溜まってたと思うんだけど。そりゃ規模が違うからな。結構埋まってみても溜まる気配は全然なし。これは、なかったことに。こいついつもなかったことにしてんな。やっぱりあるものは使わないとね。手のひらくるっくる。ということで溶岩工場から溶岩を拝借する方式に変更します。溶岩工場から拝借した溶岩を貯めておくタンクを作成。おっと、そういえばタンクはポータブルストレージインターフェースの近くに設置しておかないといけないんだった。なんで？詳しい説明は省くんですが、簡単に言うと時刻表の乱れが発生するからです。完全に理解した。あとは溶岩をスポイトに移動するためのポンプの動力ですが、ここに移動力がありました。このために地下を開けました。ものはいいよ。回転速度テスト 64rpm クリア。あー、それ以上は無理ポです。そこまで速度は求めないけどな。溶岩列車を持ってきました。問題なく溶岩が供給されてるな。溶岩はこんな感じでバケツに供給します。そして溶岩バケツをブレイズに渡すのはみんな大好きメカニカルアーム。デプロイヤーと肩を並べるほど便利でおなじみのやつ。このメカニカルアーム、実はモードが3種類ありまして、まずは順番モード。設置した時のデフォルト設定だな。これはアイテムの配置を順番通りにやってくれるモードです。映像だと左から順番に設定したって感じか。これは順番モード。次が強制順番モード。びっくりマークが出てるアイコンだな。これも基本的には順番モードと同じですが、
通常と違い順番を遵守してくれます。順番の先にブロックがあると止まってくれるのか。さっきの順番モードはブロックがあれば順番を飛ばしてくれましたが、このモードは絶対に順番通りにセットしてくれます。そして最後、優先モード。左側に箱が3つ積まれてるアイコンだな。これは今までとは違い、番号を優先順位として認識してくれます。順番通りに設置じゃなくて順番を優先順位として設定されるわけだな。今までのモードなら一番奥にブロックが設置されますが、優先モードだと優先順位の高い一番左のデポにブロックがセットされます。賢い。こんな感じで、メカニカルアームにもいろいろな使い方が存在します。でも基本はデフォのままでいいかな？スクラップ&スクラップ全てをぶち壊すことだ。そして風車になりました。形が歪だな。この動力を使ってエンジンに水を送ります。そしてエンジンとシャフトをつなげば、水蒸気エンジンの完成でございます。ちょっとキモくね。この洗練された動きのどこに不快感があるんだよ。そして生成されてる SU の量は、26万 SU。 助かる。これだけあればどんな機械も問題なく作動できるでしょ。ということで、こんな感じになりました。浅いホイールの数で解決している。結局これが一番。洗浄ゾーンの方も一新。基本的な仕組みはそのままですが、ごちゃついていた配線をできるだけスッキリさせました。ガラスとか使ってちょっと見栄えを良くしようとしている。処理性能が上がったのでプレス機もガンガン働いています。処理速度が上がったので丸石製造機も3列に戻しました。あ、そういえば今までは一番右の列は止まってたんだっけ。ベルトコンベアの方を見れば問題なく処理されていることがわかるでしょう。ということで、今回はここまで。実はこの改造に合わせて次世代の丸石製造機を開発してたのですが、開発に難航してたので今回は周辺の機能上昇をしてみました。もし新世代の丸石製造機ができたらその時はお見せします。できたらな。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録よろしくな。次世代の丸石製造機、完成しました。早速出来上がったのか。まずはステッカーを買いたい。今回作る丸石製造機は、ついに動力すら必要なくなりました。今までのだって回転台一つ分の動力だけだったのに。下にできた丸石も解体して、丸石ができる部分にトラップドアを設置していきます。ここ醤油。ここが味噌です。基本的な丸石製造の仕組みはそのままに、回収方法を改善しました。高速で張り替える技術を習得しました。今後の人生に絶対活躍しないスキルだけ成長していく。武器より有利。長い優先エアホンより不要だわ。こうなりました。溶岩と水源の間にトラップドアが設置されてます。文字を反転する並みにくい。そしてこのトラップドアを接着剤でくっつけます。他の3つも同じように接着。で、その接着したトラップドアをつなげます。で、その下にレールと、カートアセンブラと、トロッコを設置。これで準備完了。アセンブラにレッドストーン信号を送ると、トラップドアが機械化します。で、トラップドアがあった部分に丸石ができたな。この状態でレッドストーン信号を切ると、生成された丸石がトラップドアによって破壊されます。強い。あとはこのオンオフを自動で切り替えるような回路を組めば完成です。アートロッコ動いちゃダメ。レッドストーン信号が繰り返されるような回路を作成します。あれ？うまくいかないな。ってこれトグルラッチじゃなくてパワードラッチじゃねえか。はい、これで動力が一切必要ない丸石製造機の完成です。相変わらずえげつない生産速度だな。低コスト活動力不要なので、パソコンに余裕のある人は作ってみてはいかがでしょうか。最大の敵は不可。以上、丸石製造機の改造案でした。丸石トレイルセンターと名付けよう。と思っていたのですが、流れ変わったな。調べてみたら半年前に全く同じシステムの丸石製造機が開発されてました。ジョージャック。前回忘れていた銅の最終結果ですが、これだけでした。あくな、精錬したりナゲットを固めたりしたらこうなりました。こんだけ。あとは採掘で集めた銅と合わせても1500個くらいしか溜まりませんでした。さすがに露天掘りでは効率が悪いので、今回新しくクリエイトのアドオンを導入。それがこちら。
シフター、古いです。もっと上州藩にわかりやすく説明すると、これです。あ、めっちゃわかりやすいわ。あとは真鍮と棒で、真鍮のメッシュ。レシピを考えなくていいやつね。それはナッシュ。これは石臼みたいな見た目で、まずは中央の歯車部分に動力を送る。その上にメッシュをセットして、砂利を投げ込みます。そしたら古いが始まります。アニメーションも凝ってていい感じ。そして古いが終わると、こんな感じで功績や経験値などが生成されます。これは、ややチートアイテムじゃないか？確かにちょっとだけずるいかもしれませんが、真のチートアイテムから見れば霞んで見えるでしょう。それは別格。今回はこの古いを使って、鉱石の無限生成施設を作りたいと思います。回収できる鉱石はこんな感じ。地味に亜鉛もありがたい。あと石炭も今後使う予定があるので助かります。生成される確率もそこまで低くはありません。まあ、妥当だな。工場、どこら辺に作ろうかな。お、この溶岩工場の隣、いい感じに空間がありますね。今回はここに作りましょう。ちょっと狭くないか？安心して隣の溶岩工場が大きすぎるだけだから、実際に見てみると結構広いでしょ？そうでもないな。今回は茶色のコンクリートブロックを使ってみようと思います。やっとか。量産体制を整えただけで実際には使わないという、一種の冒涜行為を行ってきましたが、やっと使ってみようの回です。毎週土曜日朝4時にやってそう。あとは今作初めての工場作成でもありますからね。建築の方も目を背けずやってみようかと。目を背けてる自覚はあるのね。なので今回はがっつり建築しちゃいますよ。まあ無計画なんですけどね。いつもの。ちなみに工場の仕組みも全然計画してません。動画投稿者としてそこはやっとけよ。たまには無計画で工場を作るのもありかなと。たまには？私は無計画で工場を作るとき、基本的には完成したアイテムを収納するコンテナから作成します。そこからまるで木のようにニョキニョキと工場を作っていきます。やっぱりちょっと大きいな。今回はこんな試行錯誤シーンが何度も出てきます。これくらいかな。そしたらベルトコンベアを伸ばして、流れてきた鉱石を精錬するためのデポを設置していきます。こんな感じかな。やっべベルトコンベアの高さ間違えて、あとはファンネルを設置して、未精錬の鉱石が流れるのを防ぐために安山岩のトンネルでベルトコンベアを囲います。いや囲えてない。普段トンネルを使ってないのがバレちゃったねー。あとは精錬用の送風機を設置。すぐ隣の溶岩工場で作った溶岩です。地産地消。せっかくなので反対側にも送風機を設置して精錬速度を上げましょう。さらにベルトコンベアを伸ばしまして、真鍮のトンネルで均等に分配じゃなくて、バッファチェストで溢れ対策。そんなに作り出す気なのか？多分大丈夫だと思うんですが、あって困るようなものでもないですしいいでしょう。そしたらさらに地面を掘って、ベルトコンベアを設置して、バッファ用のチェストを設置して、そういえば、日本語と英語を両方表示してくれるモッドを見つけました。アイテムを探すときに英語の方が便利だから今までは英語表記だったんですが、これで日本語も表示しつつ検索の不便さも解消されます。このシリーズ、公式翻訳じゃなくて独自翻訳の言葉使ってたからちょっと気がかりだったんだよな。あと日本語のフォントがダサいとかの理由もありますけどね。これで初心者も困らない。ちょっと待って。おかしい、検索結果が出てこない。歯車が出てこないのは痛くね。さすがにこれは使いにくすぎる。視聴者には申し訳ないですが、我がチャンネルでは独自翻訳を使用することを許していただきたい。なぜ武士を。古いを設置していきます。見た目が石臼に似てるから、多分隣同士で設置すれば動力の伝達もやってくれるはず。そしたら鉱石を搬出するためのファンネルを設置。今回はそんなにドバドバ作られることはないと思うので、安山岩のファンネルを使います。貧乏症が出てますよ。はい、オッケー。古いに真鍮のメッシュをセット。今回はちゃんと足りました。そしたら古いに砂利を入れる用のファンネル。ここはスタックされたまま搬入してほしいので真鍮のものを使いましょう。そしてその上にベルトコンベアを設置します。今これ何してるの？ファンネルの設置ミスったから解体してます。さっきの時間、ファンネルは上に向けて設置しましょうね。そしてこうなりました。なんかお弁当みたいじゃない？横が？そしたら丸石を砂利にするための破砕ホイール、丸石を回収するためのベルトコンベア、そして序盤の丸石製造機を作成してこんな感じになりました。当チャンネルあるある、工場が縦長になってしまう。個人的にはこの古いが密集してるところが好きです。そしたらあとは動力ですが、動力は前回と同じような仕組みなので割愛。溶岩工場から直に溶岩を引っ張ってるところが違いかな。生成 SU は65000、これだけあれば十分か。動力を工場に接続して、最高速度を探っていきます。
64で半分くらいか。これくらいですかね、112か、普通だな。試しに丸石を流してみます。粉砕は問題ないな。古いも問題なく動いてくれているようです。ちょっと動かしただけでそれぞれの鉱石が1スタックずつできちゃいました。なかなかの高効率なんじゃないか？その他のアイテムももちろん生成、さらに放置したらもっともっと手に入っちゃいました。できすぎじゃね？生成速度が速すぎてインゴットのまま保管すると一瞬でインベントリを圧迫するので、鉱石ブロックにして保管しようと思います。トンネルでそれぞれの鉱石をフィルターして、プレス機に動力を送ります。稼働開始。これで銅と亜鉛、鉄と金のブロックを生成することができるようになりました。あれ、そうなったら前回の鉄工場必要ないんじゃ。鉄は特別必要だからあれでいいの。ラピスと石炭もブロックに加工して保管しました。経験値は必要ないので溶岩で捨てています。カラフル。実質マカロンだな。おそうだな。動画序盤でも言ったように、今回は建築の方も力を入れてみようと思います。工場としてはあれで完成か。そうですね、ほぼ完成です。ほぼ？残りの工場建設は次回に回すとして、今から建築をしていきたいと思います。確かコンクリを使うんだったな。どんな建築になるのか楽しみ。ということで今回はここまで。待て、なんだこのチョコミントごま豆腐みたいな建物は。この食材が何なんだよ。以前駅を作った時に建築は足し算ということを学んだので、まずはプレーンを作ってみました。あーなんだ、これで完成かと。まあ建築は次回ですけどね。ということで建築のアドバイス募集します。何かいい案があったらコメントで教えてください。ちなみに中はこんな感じになってます。中は意外とこのままでも、中もいろいろ装飾してみようと思います。とりあえず窓は欲しいかな。それではまた次回お会いしましょう。予言だけど次回は建築しかしないぞ。この工場で作成した鉱石を倉庫に送るための駅を作りましょう。これは必須だな。毎回手動で倉庫に送るのはめんどくさいですからね。穴をドカッと開けて、こうなりました。タルトに刺さる一筋の架け橋。なんか武道館みたいですね。工場の中に駅ブロックを設置して、列車を持ってきました。もう作ってたのか。いえ、この列車は露天掘りの時に使った貨物列車です。今回はこれを有用、列車の名前をアイテム回収車とします。あとはここで生成された資源を列車の中にぶち込むだけですが、せっかくなのでちょっと見栄えを考えてみましょう。見栄え？さてその見栄えとは何でしょう？お前小さいな小人図鑑に乗れ。まあ単純にいっぱい色を使うことなんじゃないか。こんなんも答えられないなんてゴミ以下だな。もう少し勉強してきな。正解は動いてる感じです。フィーリングじゃねえか。今まで通りで作るならアイテムを上に輸送するなら送風機を使いますが、その輸送方法も飽きちゃいましたので別の方法で輸送したいと思います。まずは配線をちょっと変えて下準備。今までは一つのチェストにブロックを集約させていましたが、それぞれのチェストに収納するようにしました。そしたら在庫スイッチでそれぞれの保管容量をチェックします。簡単な装置かと思ったらちょっと複雑になりそうじゃないか。これアイテム保管庫の底を掘り、メカニカル粘着ピストンを設置、ボールを伸ばして長さ確認。まあ、これくらいですかね。列車のポータブルストレージインターフェースよりも上に設置しなきゃいけないのか。他のやつも同じように伸ばしていって、ギアシフトを挟んで、チェーンドライブを設置していきます。ここに動力を通すってことだな。在庫スイッチの調整をちょいとしまして、ギアシフトのレッドストーン管理を行いましょう。今回は在庫スイッチからレッドストーン信号を受け取った時に、レッドストーンリンクがそれを検知、別のレッドストーンリンクに信号を送って、そこでパワードラッチとパルスリピータで時間制御しレッドストーン信号を管理、それを別のレッドストーンリンクに送って、ギアシフトで回転の向きを変更します。画面配分ミスの犠牲になったギアシフトかわいそう。その結果がこちら。あらコンパクト。これで指定した分のアイテムが溜まったらギアシフトの動力が反転、数秒後にまた回転してアイテム保管庫が下に戻っていく仕組みの完成です。実際に動力を送って動かしてみましょう。ギリギリだったからね、仕方ないね。ということでエンジンを拡張、最大ブレイズを用意しました。なぜ今まで最大じゃなかったのか。なんとなくヒーリングで行き過ぎな。これでよし、
生成 SU はおよそ14万、2倍以上ってところか？これだけあれば問題なく動くでしょう。うん、いい感じ、問題なく動いたな。仕組みに問題なさそうなので、列車搬入システムを作りましょう。と言っても、上にアイテム保管庫を設置して、上がってきたアイテム保管庫につながるようにファンネルを設置して、そのままアイテム保管庫に搬入するだけなんですけどね。ここは普通。ポータブルストレージインターフェースを使わないといけないですから、ここはいつものパターンです。あとは同じレッドストーン製用それぞれのアイテム保管庫に適用して、アイテムを上に持っていく機構の完成です。これアイテムを開けて保管する必要あったか？こっちの方がガチャガチャ動いて見栄えがいいやろがい。石炭を大釜に入れて、ブレイズに食料を渡します。そしてミキサーでぐるぐるすると、石炭コークスが完成します。石炭コークスと鉄インゴットを大釜に入れてブレイズにブレイズケーキを渡します。このケーキも工場で量産化したいな。量産化した暁には店を開きたいですね。来客一周。完成したのがスチールインゴット。これを石切り台で加工するとなんかいろいろ作れる。今回はこれスチールトラス。こんな感じの工場にありそうな鉄骨が作成できます。中は空洞なんだな。ただし中には入れません。だろうな。これをたくさん作りました。ブレイズケーキ作りが一番しんどかった。石炭コークスは自動で作れるんですけどね。これで足場を作っていきます。かすかだな。ちょっと歩く場所を間違えるだけで踏み外してしまいます。ここを怪我なく歩きたいのなら慎重に歩くか足に水かきがつくように進化するの二択ですね。人類が安全に歩けるようになるまであと100万年。落ちないように手すりもつけましょう。この手すりはさっき石切り台でスチールを加工した時の別レシピだな。あとはライトを垂らして完成。資源工場です。設置するだけでいい味出してくれるブロックは助かるな。それでは本編スタートです。本編までが長い朝の情報番組か。これは単純かつ効果抜群な案ですね。豆腐をつけるだけで壁や天井の凸凹が自然に作られていくからな。私みたいに脳筋豆腐生成ゴリラにもってこいです。自己肯定感低いな。まあ、正解だけど大将の杖のおかげで壁の設置も楽々。単純な建築には欠かせない一品となっています。とりあえずこんな感じかな。飛び出てた丸石製造機囲んだだけだけどな。豆腐を追加で作ったことでちょっとした空間ができました。ちょうどいいのでここに動力を移設しましょう。野ざらしはちょっといただけない。積み上げたものぶっ壊して身につけたもの取っ払ってもう一度組み立ててこうなりました。なんか飛び出てる。ちなみにエンジン部分は仕組みは変わってません。メカニカルアームで溶岩をブレイズに流し込む方式な。溶岩運搬用の動力は後ろで作っています。風車作成途中で心折れるな。うわぁ建築が地税だ。とりあえず屋上作るところから始めてみようね。屋上って言ったらフェンスでしょ。それしかない。フェンスといえば鉄の柵。これで落下防止に努めます。学生の頃は屋上に入るの禁止だったから漫画でよく見る屋上でご飯食べるやつできませんでした。屋上開放されてたらどう考えても全員行くから誰もいないなんて起きないだろ。はい、これで屋上です。さすがに寂しいから室外機ぐらいは設置しておくか。送風機を室外機代わりに。ファンがついてるブロックこれくらいしかないですから、設置したら安全対策にここも鉄のフェンスを設置しておきましょう。これでどうかな。屋上広すぎて何置けばいいのかわからないな。ヘリポートとかつけちゃいます。多分ダメだぞ。次は工場の周りにオブジェクトを設置案を実行。あ、これアドバイス全部試す感じ。情報の取捨選択とかなさらないのですか。バッケロー、建築弱者はプロのアドバイスに愚直に従えばいいんだよ。思考停止。というかマイクラとかいうゲーム建築弱者に厳しくないですか。差別だ。自分が不利になったら自分で努力してその環境から脱却するのを諦めとりあえず簡単な世間が悪いと思い込んで自分の正当化を主張する方にシフトする人だ。ここは鉄、銅、金、亜鉛を作成する工場なのでそれぞれのブロックを使ってオブジェクトを立ててみましょう。立てました。作品名、角消し。あとは内装をコンパクトにするって書いてありますが個人的には結構コンパクトだと思うので修正点わかりませんでした。確かにあそこは伸ばしてますけどね。それくらい。これは外装案ですね。多分鉄工場と同じように柱を立ててその間にガラスを通すってことだな。やはり柱、柱が全てを解決するということで柱を立ててこんな感じ。鉄工場と同じだな。なんなら安山岩合金工場とも同じです。そしてガラスをペタペタ、ホイッと完成。この壁が工場の王道なんだな。王道は王道の理由がある。簡単に作れて見栄えもいいので最高です。次は屋根。屋根は銅ブロックがいいらしいです。それと
屋根に対するコメントをもう一つ、このめちゃめちゃわかりやすいアスキーアートの屋根を作っていきます。ほいっと完成。コメントには錆びた銅って書いてありますが、銅は放置で錆びるようなのでこのまま放置すれば勝手にいい感じになるでしょう。せっかくなのでここにも安山岩系深部で柱を立ててみる。こんな感じになりました。おお、どんどん工場っぽくなっていってる。ただここの壁がちょっと寂しいので、ここに装飾をつけてみましょう。大丈夫か？コメントにないことやって。そこ心配？今回はこのクロックワークベアリングを使ってみます。これは名前の通り時計が作成できるメカニカルベアリングで、ベアリングの前に適当なブロックを2本分グルーでくっつけると。こんな感じでアナログ時計が作成できます。おお、ええやん。秒針もちゃんと動いていい感じ。おお、これは天才的な案ですね。ノーベル賞をお渡しします。お前に授与権限はない。その前にまずは駅の反対側にも足場を作りましょう。橋を架けて、その先に足場を設置していきます。そしたら壁に沿ってトラスを設置。壁の端っこは柱を立てて、それを迂回するように設置していきます。こんな感じかな？早速お客さんがお出まし。入場料もらってません。落ちないように手すりを設置していきます。あとは工場の中に柱を立てましょう。この足場から天井に行くためのエレベーターをつけてみましょう。本当はピストンで上下させたいんですが、場所的に下にブロックは設置できません。真下に破砕ホイールあるからな。なので今回はローププーリーを使います。実際のエレベーター的にはこっちの方が正しい。適当に足場を作って、サクッと回路を組んで、こんな感じになりました。まさかの屋根なしエレベーター。柱は立てまくってもそれはそれでありですね。勉強になりました。なお壁に罰案は高さ的な問題で変な形になったので今回は見送りました。真ん中に四角形ができるのがいけてない。具体案助かる。まずはデコボコ作成から。豆腐合体の大きいデコボコは作れたから、小さいデコボコだな。ボタン設置。そんな高難易度技を。そこまでではないだろ。色を合わせた方がいいということなので、同じ色のアカシアのボタンの材料のアカシアを回収。やはり拠点から離れるとサクサク動きますな。もっと島から脱出してほらほら。準備ができたので設置開始。デコボコだからおそらく全体的に設置すればいい感じになるってことですよね。場所の指定、ないですからね。星空作っちゃったわ。急に方向性変わったな。葉っぱの設置も書いてあったのでやります。脳死だな。そしてこうなりました。工場が一変、荒廃した世界みたいに。これはあれだ、ホライゾンみたいな世界観だ。これはこれで、なんなら中に木を生やしてもいいかもな。屋上にも葉っぱありますよ。やはり煙突は必要ですな。煙突ほど簡単に作れてインパクトのあるものもそうそうないだろってくらいだな。大将の杖のおかげで設置も楽々。設置場所違うかも。うん、真ん中の方がいいね。あとはもうちょっと長くてもいい。まだいけるまだいける。まあこれくらいだな。これ以上伸ばすと不自然ですからね。もう一本伸ばして、煙を設置。これがあるから煙突は最高。こんな感じになりました。見た目が最高すぎる。完成しました。闇鍋工場です。なんこれ。視聴者の神コメントをぶち込んだ結果、不思議な建物ができました。これが、芸術。芸術と視聴者に詫びろ。中はこんな感じ。このショットは悪くないな。サンキュートラス。ここでアイテムの受け渡しが行われます。2階から1階の工場を見学できます。こんな感じで見学できるぞ。ここに椅子とか机とか設置しようかと思いましたが、スカスカ床だと変になりそうなので今回はパス。でも味気ないのは確かだな。屋上に行く場合はまずこのロープ直付け屋根なしのエレベーターに乗って、
あ、ここメインエンジンね。立ち入り禁止なので鉄の柵で覆ってます。このショット壊したら止まりますけど。大欠陥じゃん。はい、いい天気ですね。屋上、やっぱりもう一つ何か欲しいところ。家庭菜園する？以上、建築ベタがコメントに頼った結果です。悪くはないような、そうでもないような。まあでも最初の豆腐よりかは全然マシということで、工場作正解でした。ということで、今回はここまで。まあ昨日は変わらないしこれでもいいか。これが私の限界です。それではまた次回お会いしましょう。建築って難しいのな。言うなよな。ちょっくら世界救ってました。これはトマトの果汁です。溶岩工場の隣にですね、ちょうどいい感じの島があるんですよ。この島だな。このいい感じの島、今回はここを開拓していこうと思います。結構広いな。まずは上あたりに何か作るのか。全部です。全部？はい。この島全域を今回開拓していきたいと思います。この島拠点の島より大きいぞ。そうですね。でもここには宝物が眠っているという噂もあるんですよ。どこの噂だよ、一時ソースを教えろ。うわ、一時ソース中だ、ネットリテラシー高。でも、確かにこの島は昔から不思議な力があると言われていますので、真っ平らにして呪いを追放してやろうと思います。ありき孔明じゃん。ということでまずはドリルをたくさん準備。今回も今回とてドリル。ドリルが一番強いってグレンラガンでも証明されています。今回はそこそこ大きい採掘機を作る予定なので、大小の杖を使って設置を簡単にしていきます。はい、出来上がり。でかい、地下採掘の二の舞にならないといいけど。今回はブロック設置はせずブロック破壊だけだから、おそらくフリーズすることはないと思われます。でも採掘したアイテムは放置する予定なので、そっちで負荷がかかるかもしれません。わかった、気をつけろよ。じゃあいつものように接着しまして、メカニカルベアリングで立てましょう。さすがに今回は回転方向を間違えるわけにはいかないので事前に回転方向を確認しておきます。冷静に行動している。向きも確認できたので、くるりん。メカニカルベアリングが反対でした。電源撤回。パワー。はい、これでよし。次はガントリーシャフトを伸ばします。おそらく今までで一番伸ばすことになる。出るのは地面なんだよな。場所変更しました。ここなら引っかからないでしょう。よく考えたら、長さが伸びたシャフトを支えるための大きな柱も必要だね。現実的に考えたら終わりだぞこのゲーム。まあ、ここら辺までですかね。なんか場所的に島以外の部分も掘ってしまいそうじゃないか。確かにそれはありそう。というか確実に掘ってしまいますが、そこに土地があるのが悪いのです。なるほど、土地の問題か。スピードコントローラーを挟んで、水車を伸ばして、水をや、回転速度を最大にして。はい、到着です。途中シートの分を計算に入れてなかったせいで詰まったのダサかったぞ。回転方向を反転させて、採掘機をこちらに戻します。来ないな、と思ったらガントリーシャフトの途中で謎の逆回転が発生していました。ジャンク読み込みの外だとこんなことも起こるんだな。クソデカ範囲のデメリットですね。次はこの採掘機をずらして位置変更。今のでまだ半分も採掘できてないってま。範囲が狂気的すぎる。周りに住んでいる人たちも影響を受けそうだ。住んでる人たち食物連鎖の仮想の生き物。そしたらさらに縦に移動させて、さらに横にずらして位置調整。最後に動力と接続して。はい、稼働開始。この地面を壊していってる感じ。なんというか。地ならし。穴がち間違いじゃない。はい、掘り終わり。回転の向きを反転させて、また帰ってこないのず。これはもうデフォなんだろうな。採掘機を危険にさらされないための考慮。危険にさせてるのはこっち。うわ、ここ外れてる。いつの間に外れたんだ。壊れて落ちた感じもしないし、消えちゃったのかな。悟空の彼方に行っちゃったね。まあいいや、新しくガントリーをつければいいだけの話。はい、戻ってきました。ガントリーキャリッジが戻ってきている。いつの間に戻ってきてたんだ。そんな戻ってきた素振り一度も見せなかったけ。
次はドリルを上に上げて、採掘できなかった上の部分を破壊していきます。めったに体感できない上からブロックがたくさん降ってくるシーン。これでゴリゴリと採掘していきます。ちなみに倍速しているので順調に進んでいるように見えますが、等速にするとこんな感じ。FPS 低すぎないか？なんと驚異の 1FPS。レイレッテレイじゃないのよ。いやー、一体何が問題なんでしょうねー。そんなこんなで採掘が終わり、また謎のねじれを体験しつつ、横にずらして上部分を伐採。ナイスツルッパゲ。そして下げて地面部分を採掘。こう見ると、クリエイトって採掘得意だよな。パソコンの性能によりますが、倍速してるとはいえこれはなかなかな速度の採掘と言えるでしょう。クリエイトは採掘得意だからお金稼ぎに持ってこいだよね。この世界に通貨は存在しません。現状はこんな感じ。もうすぐだな。あと右上部分だけですね。採掘完了。あとは、よし、まったいらにしてやったぜ。その調子で次の採掘地へ行こう。これで終わりです。疲れた。次は島の端っこを土に張り替えていきます。その心は。今回はこの島の端から端まで開拓する予定なので、まずは端っこの部分から手をつけていきます。はい、一部を除き端っこを土に置き換えました。あくまで島の形は残したままにするんだな。そしたら次は島の中。今回島の地面は土にしていきたいので、その作業の下準備。とりあえず大きい四角で区分けしてみた。あれ右上。実はこの区分けをしてる途中にある機会を思いついたのです。なのでこの区分けは必要なくなりました。今日の無駄。その下準備としてまずはレールを敷いていきます。この作業が大変じゃないか。これはい、敷きました。見にくいけど薄茶色の線が敷かれてるな。今回もチャンクに沿って設置しています。そして端にトロッコアセンブラを設置して、今回はかまど付きトロッコを使います。ほう。その上にちゃちゃっとブロックを設置して、こんなのできました。なんこれ。こちら地面張り替えマシーンとなっております。ほう。動かすためにまずは保管庫の中に石炭を投入。さっき設置したかまどトロッコがこの石炭を燃料に走ってくれます。自動で供給されるのか、便利だな。そして乾燥したいブロック、今回でいう土ブロックをこれでもかと投入。これで準備は完了。あとは走らせれば地面を土に張り替えてくれます。なるほど、便利なマシーンだね。ということで第1回誰が早く時間できるかレース、今回は4名の方にお集まりいただきました。お、設置ミスしたことはカットするんだな。レースといってもそれぞれレーンの長さが違うから違いは発生する。はい、用意スタート。前座で始めるな。一応押し運転はしてるけど、正しく動くかワクワク。遠くの機関機遠すぎて描画されてないじゃん。近くの機関機を見てみると、あれ、おいおい、回収した丸石を再設置しちゃってるじゃん。そうならないように土以外は捨ててるんだけど、間に合わないか。一旦止まれ。他のところも丸石バッチリ設置されてるな。やっぱりデプロイヤーのフィルタ設定は必要なのか。フィルタ設定も終わったので再スタート。今回は問題なく土が設置されるかな。設定抜けがありました。ポンコツ。ただ他の選手に問題はなさそうで、順調に土に張り替えてくれています。ちゃんと動くと便利だなこれ。ということで大まかな部分を土に張り替えました。すごく土一色です。あとは細かい部分、ベゼル部分が残っています。その後は本当に適切か。ここは手動で張り替えます。機械は細かいこと不向きだな。そしてこうなりました。全面緑にする必要あった。この絵のためです。 Amazon プライムで配信が始まった 99.9 を見ながらしたので苦ではなかったです。いい感じに真緑です。これは気持ちがいい。中央だけ黄緑みたいな感じになってるのが少し気がかりですが、どうせこの後見えなくなるので問題ありません。え？はい、こちらトラクターになります。ついでに種植えもしてくれます。高性能、デカデカいな。これでこの島すべてを耕して小麦の苗を植えてきます。そんなに必要か。ザクザクザクとどんどん耕していきます。パワフルすぎないか。マップがえげつない速度で更新されていきます。なんか生き物いないか。この島全体を小麦色にしたいと思います。トラクターの能力がすごい。
成長しました。世界が末期。耕した土に水を与えてないので成長速度が遅く、かなり時間がかかってしまいましたがね。変なところにこだわり持ってるよな。ただ俯瞰で見てもらってわかるように、まだすべて小麦畑にできたわけではありません。ベゼルは残っています。伝わるからいいのか？あそこは次回までに動画外で埋めておきます。ということで今回はここまで、本当は回収部分まで作りたかったのですが、時間が足りませんでした。次回作りたいと思います。今回やったこと地面掘っただけだな。規模が大きいから許して。それではまた次回お会いしましょう。一番好きなパンは給食の揚げパンです。新しいパソコンに変えてみた。詳しくはパソコン組み立て動画参照。その結果、いつも FPS が落ちてた自宅付近でも全然問題なくプレイできるようになりました。拠点前ってだいたい 30fps もいかないような高負荷だったのにな。いつもと変わらないのに全く FPS が落ちません。あれ？パーツの性能の割にそんなに FPS 出てなくね？と思ったそこのあなた鋭い。実は電源プランを省電力モードにしていました。これをバランスモードに変更してみると、なんと 100fps を超える結果に、劇的な進化を感じる。しかもこれだけじゃないですからね。ここにご注目。あれ？フル HD の 1920×1080 じゃない。今回奮発しましてモニターも新調、ダブル QHD という今までのフル HD よりも高性能なモニターにしてみました。今回は編集で FHD の 1080p にしていますが、リアル画質に戻すとこんな感じになっております。ズームしてるようにしか見えないな。どっちかというとこの全部表示してる状態がズームアウトしてるっていうのが正確ってことですね。まあ、こんなに高画質にする必要は。前回ででっかい農場を作成しましたので、今回は成長した小麦を回収する機械を作っていこうと思います。の前編です。小麦回収施設作るだけで前後編に分けるってマジ？先に言っておきますが今回では完成しません。コスパ悪すぎ、イオンを見習え。若干建築要素も入ってるから時間かかるのも仕方ないね。その建築が挟むと極端に動画投稿遅くなるのやめな。結局時間をかけた割にはカスみたいな建築しかできないんだから割り切れよ。風の根も出ないほどの正論。そろそろ建築上手というブランドは脱ぎ捨てて建築ベタ芸人としてやっていきますか。いやそんなブランド一つもなかったからな。架空の自己満足で自己評価上げになって。ただいまレールを敷いている途中です。応急に話戻すじゃん。カーブ角度エグすぎて横転するかと思ったわ。今畑にあるレールは種を植える時に使った種植え機に使用したレールです。今回はそれを有用していきます。畑の外観を損なうからもったいないなーって思ってたけど、なんだ別の使い道があったんだ。このレールはチャンクに沿って均等に設置されていますからね。使わない手はないです。まずはこのレールをつなげるところから、今回は海側に石レンガブロックを設置してつなげていこうと思います。本当は直列回路みたいにそれぞれのレールを一直線でつなぎたかったんですが、ちょっと今回は難しいので海側でそれぞれ分けてつなげていきます。カーブする部分を吟味して、こうかな？あ、違う違う。こうですね。そしたらさらに伸ばして、こっちも同じようにレールを敷きます。畑の中には線路が4レーン通ってるので、合計4回このレール設置を行います。それが終わったらその外にさらにレールを設置。今のところクリエイト要素ゼロだけど大丈夫そう？この追加のレールは少し慎重に設置していきます。設置ミスしました。慎重の意味を書き写してこい。いい感じの距離にできたのでぐわーっと石レンガブロックを延長しまして、最初に作ったレールに接続します。トロッコはどういう挙動をするんだ？そしたら設置した石レンガの上にレールを設置。トロッコ加速には今回ディテクターレールとパワードレールを使用。ディテクターレールを使うと別でレッドストーン信号を準備しなくてもいいってのが便利だな。この形便利ですね。なぜ今まで使ってなかったのでしょう。積不足だからだろ。ちなみに今回もパワードレールの間隔は適当です。走ればいいんだよの精神で頑張っていきましょう。これも知識不足によるゴリ押しな。そしたら次、コントローラーレールを向きに気をつけつつ畑にあるレールの末端に設置します。コントローラーレールの向きは畑側に向けるのか。これで強制的に U ターンさせます。U ターンというかも早いターン。あと畑にディテクターレールを追加。一方通行しか想定してなかったのか。これでレールは敷けました。試運転してみましょう。まずマインカートは第1レーンに入ります。そこを直線で走って、端っこまで行ったらコントローラーレールの力でターン。でまた一直線移動をしたら、次のレールに移動します。
これの繰り返しですね。一つのレーンを一往復するのか。ちょっと手間ですが、これが一番簡単にできるレールの敷き方だと思います。会場のレーン切り替え、レッドストーンで制御した方がスッキリしないか？ああ、確かにそっちの方がメカニカルでロマンはありますが、レッドストーンは読み込みの関係で稀に誤作動を起こしてしまうんですよね。このレールはトロッコの向きが変わると大問題なので、今回はレッドストーンを使わない制御にします。おい、今のディテクターレールの判定おかしいだろ。なんで奥のディテクターレールが先に反応してて前のレールが切り替わるんだよ。レールの接続部分に問題があるかもしれない。完全にラグだろ。あ、そういえば動画にはしていませんでしたが、こんな感じで島の外の整地してしまったところ、これは収穫の際に邪魔になるので、きれいさっぱり海に沈めました。これはこれで不自然じゃないか。巨大畑という不自然の塊の前に些細なことよ。それは確かに。レール敷設に問題はなさそうなので次は本体のトラクター作成をしていきましょう。新しいパソコン、このワールドで屈指の激重スポット丸石製造機も軽々処理してしまう。とても強い。それじゃトラクターを作っていきます。今回はトラクターの素材にアエンブロックを採用。鉱石生成工場によって無限資源と化したアエンくん。トタンみたいながらなので農作系の施設を作るのにぴったり、な気がします。さすが建築ベタ芸人、理由が不明瞭だ。これを横に4チャンク分伸ばしていきます。ここで間違えるバカはいませんね。バカはいませんね。今とんでもなくバカな映像が流れた気が。そしたらここにハーベスターを設置していきます。今回のメインコンテンツ、これで小麦を回収します。中央には8ブロック分追加でブロックを設置しましょう。で、いつも通りに接着剤でつなげるわけですが、今回は少しギミックをつけてみようと思います。どうせそのギミックのせいで動画投稿に支障が出るんだろ。すべてをつなげるのではなく、一部は独立して接着させます。ほう。そしたら分割してるところにブロックを追加で設置して、メカニカルベアリングを設置、あとはペタペタと接着剤をつけていきます。この状態でメカニカルベアリングに動力を与えてみると、ウィンガシャ。こんな感じで一部が稼働します。おお、なんかロマンを感じそう。もう一回回転させると、こんな感じで収納されます。収納機能付き。この進化は次回の後編で出てきますが、こうすることで小スペースで格納することができます。反対側も同じようにペタペタ、ハーベスターが内側に格納され、あ。やっててよかった、バックアップ。しょうもないミスしたな。ちなみに試作段階でもあのミス何回もしました。パイを全く活かせていない。この格納機能を使うことでこんなに長い収穫部分が、幅がほぼ半分になるわけです。まあ小スペース化は悪いことではないな。じゃ最後に回収した小麦を保管する部分を作って完成です。中央に追加で設置したブロックをさらに後ろに伸ばして、保管用のアイテム走行大量に設置。はい、たんまり。どれくらい回収されるかわからないからたくさんあって困ることはない。それを囲って、はしごと、ドアを設置して、ブルーでくっつけます。そしてこうなりました。万歳してる？たださすがにこれだけだと外観がカスなので、この弾み車を使いましょう。これは完全に見た目だけのアイテムです。廃止された火力発電のホイールみたいだな。これをタイヤ代わりにして。はい、トラクターの完成です。建築ベタ芸人の名に恥じない恥建築。これで準備は万端。動かしてみましょう。あ、やっててよかったバックアップ。あ、やっててよかったバックアップ。本当に反省して。準備完了、稼働開始。はい、ちゃんと収穫が始まりました。パッと見はいい感じだな。ただよく見てみると問題が、メカニカルベアリングで接続してる部分、つまり収納する部分の小麦が回収されていないように見えます。確かに、アイテム化されて保管庫に格納されてる様子はないな。あそこのハーベスターは倉庫と直接接着剤で繋がっていないので、別のからくり判定になっているのだと思います。そこは要改善だな。あ、それと、見ての通り、畑の端っこ、一部回収できてないところがありますが、これは承知の上です。そもそもこの畑の形がいびつなのが悪い。回収できない部分はそのまま回収せず、飾りとして置いておきます。どうもりで部屋の中を小麦で埋めてたし問題ないな。気になる人はごめんなさい。アイテムを回収できてない不具合はありましたが、概ね予想通りですね。その問題の部分折れ曲がってますけど、一部回収できない問題は次回解消したいと思います。ということで今回はここまで。上から見るとマジマンジ。これマンジよりもっとまずいマーク見えてこない？ハーケン黒い。それではまた次回お会いしましょう。見れば見るほどしょぼい車だな。
前回の謝罪。前回作ったこちらの機械、トラクターではありませんでした。まあ、だろうな。つかての部分動いてない？こちら正確にはトラクターではなく、コンバインでした。あ、そっち？謹んでお詫び申し上げます。謹んでるフォント使え。いや、そうじゃなくてこれを農作機ってことにするのがおかしいからね。せいぜい遊園地にある遊具だから。いや、でも、こんなエングレーブには何のタクティカルアドバンテージもないから、見た目はこのままでいこうと思います。これをコンバインっていうのも本職の人に怒られそう。本職の人？これはゲームだから。魔法の言葉。それでは本編、始まります。前回ここの収穫部分折りたたみ機構を作ったので、今回は収納と展開をオートで動くようにしましょう。いや、これこそそのエングレーブには何のタクティカルアドバンテージもないだろ。こっちはロマン。建築は無駄です。マイクラ人口の半分は敵に回してない？私は全世界が敵になったら全世界側に組みするからな。その前に前回の最後に発覚したアイテムが回収されない問題。これは折りたたみパーツの部分にアイテム倉庫を設置して解決します。なんか普通だな、つまらん。この中に小麦詰めるから許して、これくらいかな？あ、でもなんか羽みたい。反対側にも同じようにアイテム金庫を設置して、接着剤で取り付け、回転させて問題ないかチェック。今回も頻繁にバックアップを取っております。一瞬の操作ミスで全部パーになるからな。ジョッキー。そして収納した時は、うん、本体とくっついていませんね。ギリギリだな。これで引っかかることなく作動してくれるでしょう。なんか足りない気がするからもうちょっと伸ばしちゃう。大丈夫かね太郎。2倍にしました。これで安心。オートで稼働してくれる機械を作ります。と言ってもシーケンスギアシフトで180度回転させるだけなんですけどね。意外と簡単。ただそれだけだと2秒で作れちゃうので、今回は別の仕組みも入れてみようと思います。ほほう。今回は普段は海中に潜んでるけど、稼働時に飲み会場に出てくる仕組みを作ってみようかと。あこれじゃん。その通り、今回はそれの親戚です。まずは線路のセット、ディテクターレールをセットして、ノーマルレールを一つ挟んで、コントローラーレールをセット、この上にはトロッコアセンブラを設置しましょう。そしたらメカニカルベアリングにシーケンスギアシフトをつなげて、その後ろにチェーンドライブをつなげていきます。シーケンスギアシフトにレッドストーンリンクを設置して、リンクちょっとピアキンしてきていいですか？動画投稿が遅れた原因。ちょっとだけだから。そう言って3日間くらい全然動画作ってなかっただろ。今ちょうどいいところだから。ダメです、編集しなさい。はい。チェーンドライブは下に伸ばしてグルーでくっつけます。そして水中に風車を設置します。水中に風車とは？これは水車？風車？うわ、なんか出てきた。お手元のリモコンから D ボタンで参加しよう。お昼の情報番組か。回転の向きを設定して、角度も設定して、お試しでポチッとな。おお、いい感じ。まあここは問題なく動いてくれないと。だってシーケンスギアシフトでメカニカルベアリング動かしただけだし。回転速度もこれくらいの速度で問題ないですかね。不自然ですから。会場の時点で不自然さ満点だろ。反対側も同じように動かします。で、あれ水車なの？風車なの？これは難しいですね。システム上は風車だけど見た目は完全に水車。これが鶏が先か卵が先か問題。おそらくきっと違うぞ。目が覚めたら占拠されてました。まあ海だからな。さてここからが本題です。シーケンスギアシフト、海に沈めます。なお効果は不明。海水で回転部分錆びるとか？ダメじゃん。まずはそれぞれのチェーンドライブを適当なブロックで繋げて、あ、これチェーンドライブの長さずれてるわ。なんてしょぼいミスなんだ。このままでも動くから放置でよくない。ダメです、直しましょう。長さを揃えたので、次はこのシーケンスギアシフトを海に沈めましょう。今回も例に漏れずガントリーシリーズを採用。便利だねー。これで海の中に落としてみます。はい、沈みました。旅が加速していきます。逆回転で動かすと、元通り。じゃあこれも水車かっこ風車で動かしましょうねー。これ動いてる？動きが止まって見える。回転向き間違えてるかな？あ、これ向きが違うんじゃなくて低くらい移動速度が遅いだけだ。カタツムリといい勝負。さすがに地方の建設計画くらい遅すぎるのでスピードコントローラー挟みましょう。お、いい感じですね。目に見えて速くなってるな。なかなかの速度です。でもまだまだいける。悪くない速度。それじゃあ最後に大事な部分、レッドストーンによる制御を行いましょう。布団買ってくる。寝るな寝るな。布団買ってくる？
まずはトリガーになる、ディテクターレールからのレッドストーン信号を受信するリンク。その先、3秒のディレイを挟んで、トグルラッチに接続。トグルラッチの先にはガントリーシャフトに送信する用のリンクをセット。その途中でさらに5秒のディレイを挟んで、シーケンスギアシフトにレッドストーン信号を送ります。だいたい16秒でした。じゃちょっと余裕を持って17秒でもう一度パワードラッチに動力を送ります。じゃなくて、トグルラッチに動力を送ります。動画外でちゃっかり仕様変更するな。最後にコントローラーレールに動力を送れば、これで理論上は自動で止まって自動で稼働して自動でシーケンスギアシフトが回中に戻るはず。じゃあ同じものを後方にも作りましょうね。なぜ？さっき作ったのが展開用、今から作るのは収納用です。できました。全く同じ仕組みなのか？シーケンスギアシフトの回転の向きが楽になってること以外は同じです。これで理論上は動くので、早速稼働開始。ま、おそらく失敗しますけどね。今日も京都テス運転。はい、到着。ここは収納ゾーンだな。まずはシーケンスギアシフトが上がっ。おい、シーケンスギアシフトが最後まで上がってねえじゃん。レッドストーンによる不備かと思ったらただの設置ミスだった。いろいろ修正してきました。なんやかんや40分くらいかけて直してたな。その結果、まずは回転させるために機械停止、その後シーケンスギアシフトが上がってきて、シーケンスギアシフト作動、180度回転します。ウィーン。そしたらシーケンスギアシフトが海に戻り、機械再発進。うん、いい感じですね。なんやかんや問題なく動かせたな。展開の方も問題なく作動しています。なかなか悪く、ないんじゃない？さてこれで問題なく収納と展開ができるようになったので、次は収納した状態で格納する倉庫を作りましょう。倉庫作成、つまり建築。あ、これは変な建物ができる未来が見える見える。今まではおしゃれな建物を建てようとした結果いろいろ支障が出てきたんですが、最近建築ベタ芸人に転職しまして、切れたってことだな。先に言っておきます。豆腐です。わぁ楽しみだ。まずは石レンガブロックで地面作成、対象の杖が便利すぎる。そしたら鉄ブロックで壁を作り、深層岩で屋根を作り、石炭ブロックで扉を作ります。石炭ブロックを接着剤でくっつけて、メカニカルベアリングをつなげて、うん、いい感じ。かなりでかい扉だな。まあ、通るものがものですから、動力を作って、自動化して、レッドストーン回路にちょっと追加。あとは自動化ボタンをセットすれば、ほい、完成。これで動いてくれるはずです。それでは早速ポチッとな。もはや倉庫の外見も見せないスタイル。このボタンを押すと、まずは扉が開きます。その後遅れてコンバインが発進。外に出ると、一時停止して、収納されてる収穫装置を展開します。と同時に扉も閉まります。今扉めり込んでなかったか？回収機構が展開し終わったら、コンバイン再発進、シーケンスギアシフトは海に戻っていきます。そして収穫し終わって倉庫に戻ってくると、倉庫の前で一時停止、シーケンスギアシフトが出てきて、回転されていた部分が収納されます。それと同時にドアも開きます。ドア開閉も自動化なのか、いいね。やはりやるなら全自動でしょ。そして収納し終わったら倉庫に戻っていきます。頭スレスレ。以上、自動化と倉庫作成でした。初めて倉庫の外観見ました。あとは回収した小麦を倉庫に移す仕組みを作らないといけませんが、お時間がやってまいりました。それはまた次回の前半に。今回で完成させろよ。ということで今回はここまで。まあでも自動化は悪くないな。見てて気持ちがいい。こういう完全自動化施設、どんどん作っていきたいですね。ちょっと時間かけすぎてるけどな。それではまた次回お会いしましょう。クリエイトのアップデで新要素来てたぞ。前回作った畑回収施設ですが、よく考えたら回収施設から回収する仕組みを作っていませんでした。大事なところ。なのでまず最初に回収機構を作って、どれくらいコンバインに溜まってるのか確認してみようと思います。実質この畑の総回収量がわかるってことだな。10万くらいあったら動画的にありがたいです。ちなみにそのコンバインは今こんな感じ。暴れてんな。実質投入。あの暴れたままついてきてはいませんが、小麦は回収できているのでただ描画されてないだけですね。目に見えるものが真実とは限らない。みんなが見ているゲームは、もしかしたらマインクラフトじゃないかもしれない。いやマインクラフトだ。今別ゲーム行く流れだったよね。シームレスワールドという超大型アップデートが控えてるクラフトピアに画面が切り替わったよね。説明ありがとうございました。同じデベロッパーが出してるオーバーダンジョンも面白いよ。
さて先ほども言いましたが、回収機構を作ることを忘れていました。つまり必要だということも考えていなかったので、その場所も確保しなきゃいけないということです。ドドンじゃないのよ。いやボアンでもなくて。お得意の地面埋め込みも今回は下が海なので不可能です。自分で自分の得意技縛ってんじゃん。バインドマインドじゃん。しかもアイテム金庫の在庫はもうありません。それは知りません。作ってよかったアイテム金庫工場。どうやらブレイズへの燃料供給が止まってるっぽいので、とりあえず手動で供給、そして水を汲み上げる。あとちゃっかり供給が滞ってる原木を送れば作業再開、アイテム金庫の作成が再開されます。おいここでは白樺の木材が作られる予定だっただろ。謎の茶色いブロックが生成されてるねー。どうやらこのシリーズを始めるときに新しく追加したアドオンとレシピが被ってるらしい。こういうときは冷静に行動しましょう。冷静に行動している。メカニカル層にレシピフィルターをセットしましょう。皮を剥いだ原木と木材をフィルターにセット。はい、これで問題なく木材が作られました。こういうシステム変更で不具合を起こした施設他にもありそうだな。アイテム金庫が手に入ったので倉庫を作っていきましょう。まずは小麦を入れておく倉庫から。倉庫を作る条件として、まずはコンバインに接触しないこと。まあ普通だな。そしてコンバインの移動ルート上にも設置しないこと。まあまあまあ。コンバインはブロックを貫通できるのでルート上にあってもシステム上は問題ないんですが、システムが許してもプライドが許しません。どっちもカタカナ4文字だから同じことだろ。橋はギリギリ3マス空いているので、ここにアイテム金庫を設置しましょう。解体します。うん、知ってた。さすがにここは狭すぎます。無理やりこの倉庫の中を使ってる感があってよろしくない。ってことで壁に穴を開け、新しい部屋を作りましょう。壁は同じく鉄にして、天井も同じく深層岩。大将の杖が便利すぎる。この空いてる天井、ガラス設置したら日光も入ってきておしゃれじゃないかな。いややっぱりやめよう。よく思いとどまった。突発的な行動、それすなわち不正解。標本通りに進めよう。標本あるの？ランタンを設置して別室完成。これだけアイテム金庫があれば足りるでしょ、おそらく。そしたらこの倉庫に小麦と種を入れる仕組みを作るよ。あとバードが可愛い。まずはシュートをアイテム金庫に設置して、その上にコンベアを通します。追加でベルトコンベアを3つ設置して、トンネル設置。アイテムを均等に振り分けるのにはこれが一番いい。むしろこれ以外の方法がないとも言える。バッファ用のアイテム金庫で溢れるのを防ぎます。今回は仕組み上、軽いミスで小麦が回収しきれない問題が発生してしまいます。慎重に設置していきましょう。信用を設置していくな。ポータブルストレージインターフェースを設置して、ここポイント1ブロックずらして設置します。これを左右の回収部分に1つずつ、中央の本体にも1つ設置します。そしたらシュートを設置して、その上にファンを設置、ベルトコンベアも敷いて、最終的にはこんな感じ。ギリギリコンバインのルート上にはセットされてない。本当はクレーンみたいに動かしたかったんですが、それを作るには狭すぎです。動力もセットして準備完了。それじゃアイテム回収のために一度発進させましょう。なんで？小麦を回収して帰ってきた時にアイテムを回収するようにセットしたからです。帰ってくると、待機場所のカートアセンブラの直前でポータブルストレージインターフェースが作動してアイテムを回収し始めます。これがポータブルストレージインターフェースを少しずらした理由だったんだな。それじゃ全部回収されるまで待機。かかりすぎです。アイテムを運搬するだけでリアル1時間かかるとか引っ越しかよ。引っ越しはもうちょっとかかるんじゃないかな。んじゃ、どれくらいアイテムが入ってたのか確認してみましょう。68000。意外としょぼくね。あれおかしいな。感覚が麻痺してるのかな。どう考えても序盤でハードル上げたのが原因です。本当にありがとうございます。ご自愛くださいませ。誠に残念ではございますが、今回はご期待に添えない結果となりました。まあでもこれで食料には困らないから。食料は牛肉工場を作った時点で解決してるんだよな。クリエイトの新バージョンが来たぞー。ということで早速バージョンアップ、ただ一部未対応のアドオンもあったので、そのアドオンの案少してきました。今回のアップではデザインの一新が多めですが、実はかなりの改変を食らったものがあります。それがこれ、水車です。
この水車がナーフされました。今までの水車が強すぎたんだよな。デザインも一新され、見ての通り向きの概念がなくなりました。さらに水流に触れてる面積が1でも3でも同じ S 流生成量になりました。この場合右も左も S 流生成量は同じってことだな。ちなみに今までの水車は最高効率で 256S 流、単純に生成 S 流が半減したってことだな。確かにかなりの弱体化を食らいましたが、逆に言えば水の縛りがかなり緩和されたとも言えます。水流がちょっとでも触れてれば最高効率だもんな。つまり質より量、適当に設置しても常に最高効率で動いてくれます。水車だから材料費も合ってないようなものだしな。ちなみに大きいタイプもあります。水車はビジュアルにパラメーターを振った感じだな。これも水流がちょっと触れていれば最高効率で、生成 S 流は512、水車2機分。つまりより簡単に使えるようになった。これは弱体化じゃない。これでもう最高効率だもんな。全然ナーフされてないよ。まあ水蒸気エンジンを使うんですけどね。弱くなってるんですね、わかります。でもほら使ってるから、これは実質水車です。水蒸気エンジンです。今回のバージョンアップで鉄道周りも強化されたので、そろそろ本格的に島から脱出したいと思います。そういえば全然島から出てなくね。実質島から出たのパート1だけじゃん。今のところ9割タイトル詐欺になってしまいます。報告させてもらいますわ。なので島から列車で外に出るんですが、肝心の線路の在庫があまりありません。この初期から使ってる施設だけで作ってるってマジ？効率上げてけ。今回は線路工場を作って、次回この島から遠く遠く離れていきましょう。線路の材料は鉄と石、石はその場で作るとして、鉄は鉄工場から拝借したいので、今回は鉄工場の隣に建設します。貨物列車で運搬しろよ、そのためのインフラだろ。そのためにまずはシャフトを設置、手裏剣みたい。ここにベルトコンベアを設置していきまして、こうなります。どうなった？さすがにベルトコンベアが多すぎてゴム臭いですかね。匂いはいいよ。昆布製から出汁の匂い。どういう風にベルトコンベアが繋がってるのか、パッと見ではわからないでしょう。ということで染色してみます。基本的にはこの4レーンが繋がってて、こう繋がっています。これは、レインボーアートデラックス。総量込みで約6000円とかいう今考えたらありえないくらい高価なゴミ。でも当時はなぜか欲しかったんだよね。簡単に言うと螺旋状です。4つのレーンがくるくる回っています。そしたらプレスキとデプロイヤーを設置していきます。デプロイヤーの上にはシュートとチェストを設置。あと必要なのは石ではなく石のハーフブロックなので、ハーフブロック作成用のメカニカル装を設置。戦争って石も切れるのか？あと動力は、でかい水車16機。もう絵画じゃん。美しい、水車のデザインといい回転方向といい完璧、むしろパーペキです。確かに壁として結構オシャレ。生成 S 流はおよそ8000です。それじゃこの動力をレインボーアートデラックスに接続しましょう。はい、接続。うおぉ、回ってる。なかなか見てて面白い。そう思いませんか？中央から見るとこんな感じ。目の錯覚の映像みたいだなこれ。アイテムをセットするとこんな感じです。中央に吸い寄せられる過程で加工されていくのか。面白いなこれ。丸石生成は、今回は伝統のメカニカルドリルを使用するタイプです。これもデザインが変わってるな。なんといってもドリルタイプは設置が楽なのが最高です。鉄のナゲットは鉄工場から拝借して、これで線路作成ラインの完成です。やはり中央のベルトコンベア部分がインパクトでかいな。そうですね。まあ効率を考えるならこうした方が楽なんですけどね。見た目も大事にしたいのでこの螺旋式を使ってみました。皆さんも興味があればぜひお試しください。ということで今回はここまで。次回からやっと島から出るのか。また次回お会いしましょう。アップで内容も楽しみだな。それでは出発進行。急に何か始まったぞ。いい感じだ。問題なく進んでるぞ。これなんだよ。しゃがみ移動と速度が同じだ。はい。じゃあとは放置ってことで。急に知らない機械が出てきましたけど。ではこの放置は左上に追いやりまして。言い方。鉄道用線路がたくさん溜まりました。あ、もう普通のスタンスに戻るのね。合計で10ラージチェストくらいです。多いな。まあこれだけあればそこそこ遠いところまで遠征できるでしょ。1ラージチェストに線路が約3500個入ってて、それが10セットあるわけだから、だいたい最大地図を16枚横断できるな。ちょっと作りすぎたかもしれません。まあたくさんあっても困るないですから。どっちだよ。今回はこれで遠征をしてみようと思います。どうせ遠征するなら行ったことない方角がいいよな。あさってとか？違います。北は鍾乳石探しの時に行ったことあるし、南はエンドポータル探索の時に行ったことあるし、まだ行ったことないのは東西か。なんかここクレーンゲームのクレーンに見えない。真面目に考えろ。じゃ今回は西に向かうとしましょう。こっち側には露天堀までの線路跡がありますからね。あれ？
線路消えてない？今までここに使ってた線路は削除したアドオンで追加されたものだったから、アドオンを消した時に消えていきました。あらら。ここからまっすぐ線路を敷設するわけですが、今回は新バージョンで追加されたアイテムを使ってみようと思います。電子管と安山岩ケーシング、破砕ホイールで。新バージョンで追加されたメカニカルローラーです。破砕ホイールが材料になるのか、結構高度な作業ができそうだな。これは破砕ホイールを使ってるだけあってブロックも大きめです。威圧感がすごい。さてこのメカニカルローラー、ざっくりさっぱり説明すると、これのここです。どこだよ。失礼、ここレイヤーをつまずいてばらまいてしまいました。ここレイヤーとは厳密には少し違うかもしれませんが、能力としては大体同じ。床を作るローラーです。しかも床を作るだけなら今までもデプロイヤーだけでもできていましたが、こいつは張り替えもしてくれる便利っぷり。ほう、つまりこいつの意味は完全に失われたということだな。もしかしたら私の動画がもっと制作者の金銭に触れたのかもしれません。そんなことがあろうはずがございません。しかも床張り替え以外にもモード切り替えで別の動作をさせることができますが、これはまた後日。モード変更 UI も変わったな。右クリック長押しになったので間違えてモード切り替えするミスがなくなって最高です。メカニカルローラーで床作成部分は完成したので、あとは移動する仕組みと線路を設置する仕組みを作りましょう。作りました。ここら辺にあるデプロイヤーがノーマルレールを設置して、ここのマインカートがそのレールの上を通過。このメカニカルプラウでレールを回収。これで床が作られる限り前進し続けます。動力はかまどとロッコを使えば問題ないな。で交尾のデプロイヤーで線路を設置していきます。だからどれだよ。失礼、思わぬつまずきでコレイヤーをばらまいてしまいました。だからコレイヤーってなんだよ。ゴレンジャーかよ。あとはトンネルを掘る用のドリルもつけました。メカニカルローラーは高さにブロックしか壊してくれませんからね。念のために無機固定モードにして、早速稼働開始。失礼、放送事故です。改めて稼働開始。失礼、放送事故です。お前の塗りスカスカじゃねえか。三度目の正直。うんうん、いい感じに進んでいます。過去は振り返らない。こんな感じでメカニカルローラーで床を張り、ドリルで穴を掘り、デプロイヤーとメカニカルプローでかまどとロッコの道を作り、デプロイヤーで線路を敷いていきます。いい感じに進んでるな。こうして左上のワイプにつながる、というわけです。うおい、壁すり抜けでやがってんじゃん。何のためにガラスで囲んだと思ってんだよ。マイクラで通れるウフの能力を使うんじゃない。これでよし。難易度変更に対する躊躇が消えてやがる。今から山の中に突撃するわけですが、この機会には止められません。ドリルとメカニカルローラーのおかげだな。何か石ブロック、変なところに設置してない？気のせい？全然気のせいじゃなかった。まあこれくらいの不具合ならささっと直せるからいいでしょ。床を張り替えないみたいなバグじゃなければ問題なし。運転再開。ふぅ、やっと外に出てこれた。疲れた。お前座ってるだけだろ。おや？なんと直線上に村が。これは開拓せよとシード地の神からのお告げだな。さすが八百万の神、シード地にまで神は存在するのか。ここで止まってもいいですが、どうせならもうちょっと進んでみましょう。せめて石レンガがなくなるくらいにはね。このためにコツコツ石レンガ作ったしな。コツコツかっこほぼ機械。お、止まった。ちょうど目の前にジャングルがあるところでストップか。マップで見るとこんな感じ。ちゃんと石レンガが視認できるな。でもなんか俯瞰で見てみるとそんなに進んでないようにも見える。見えない。でここまで頑張ってきてくれた機械には、直線でレールシクトノという名前を付けました。お前はペット飼っても絶対自分で名前付けるなよ。ミスで設置された石レンガを回収しつつ、ランタンをつけつつ帰宅します。線路の近くにあったこの村、今回はここを軽く整地しようと思います。横断した村じゃないじゃん。あそこは次回です。なぜわざわざこんな遠い方を選んだのか。あ、軽くですからね。軽く整地するだけですから、まずは道を統一。この村は派閥が分かれてるのか道路のブロックが分かれてしまっています。与野党が争ってるんだろうな。なのでここは木材に統一したいと思います。せっかくなのでビフォーアフターのための俯瞰撮影。果たしてこれがどうなるのか。こうなりました。母体験並みに何も変わっていない。道路整備とか草むしりとかしたわ。まだ草がむしり終えていないようですが、誰か除草剤持ってきて。崖の上にある村長宅も。あ、これ村長の家だったんだ。
はい、綺麗さっぱり。村長さん、ちょっと高いとこに住みすぎじゃない？津波来たら村から一軒家になるけど。そう、この村の最大の欠点は村長宅と村の道路が一切ないこと。村長が村人をいじめてるのか、村人が村長をいじめてるのか、どっちだろう。心底どうでもいい考察。今回はここにエレベーターをつけて村長が村に行けるようにしてあげます。ということで、まずは穴開け。あ、そうそう、今回は村長宅と村をつなげる他に、中間にあるここのちょっとした広場にも泊まるエレベーターを作ってみようと思います。げ、複数階のエレベーターって作るのめちゃめちゃめんどくさくなかったっけ？はい、台本の音読ありがとうございます。鉄板と乾燥した昆布ブロックと真鍮ケーシングで、はい、こちら新バージョンで追加された新ブロック、エレベータープーリーになります。エレベーターのためだけのブロック、今回はこれを使ってみようと思います。使い方は、まずはエレベーターで動かしたいブロックを設置していきます。あ、これは安山岩ウォーキンブロックね。新バージョンの新ブロックで、安山岩のドア、これも新バージョンのやつ。石レンガの壁を縦に積んで、あー、これ横の壁とドッキングするのか、やっぱり鉄骨にしよっとなどと供述していますが、ちょっと工夫すれば壁にくっつかず設置できる模様。編集中に気づいたよね。手話ボタン、安山岩ケーシング、電子管で、からくり操作盤、これも新ブロックか。これもキーパーツ、むしろ大パーツまであります。あとレッドストーンコンタクトもね。なんすか、今工事してるところなんだけど。これなんて読む？え、梅田ですけど。違う、これはバイデンと読むんだ。そう、つまりアメリカによる日本の侵略は始まってるのだ。やばい奴に絡まれてしまった。つまりみかんの白いやつは栄養にいいから食べた方がいいよ。あっ、そっすか。あ、じゃじゃじゃすー、このレッドストーンコンタクトをエレベーターに追加します。杖になるようにもう一つ設置します。そしたらエレベータープーリーを上に設置して、動力を送って右クリック。お、コンベアっぽいものが下に伸びた。これでエレベーターは完成。そしてあのエレベーターを上に持ってくる方法ですが、さっきレッドストーンコンタクトを設置したところから垂直の部分にレッドストーンコンタクトを設置します。お、なんか模様が変わった。ここを3階とします。そして途中にある広場の部分にも同じくレッドストーンコンタクトを設置して、ここは2階にします。あとドアの開ける方角も指定できるので、1階と2階は東、3階は西のドアを開けるように指定します。そしてからくり操作盤で階を指定して右クリックすると、こんな感じで指定した階に到着してくれます。うお、めっちゃ便利。これはエレベーター作成がはかどりますね。エレベーターが別の階にいても、レッドストーンコンタクトにレッドストーン信号を送れば、レッドストーン信号を受け取った階に移動してくれます。これは大パーツ扱いも納得できてしまうかもしれないほどの便利さ。エレベーター呼び出し用のボタンを壁につけて、3階は小屋みたいなのをつけて、1階に通路、2階にフェンス、あとは装飾みたいなものをつけてみます。軽くね、いっぱいやるとブスになるから。動作確認、動いてないが、配線間違えたかな。ほらげ、やめてください。愛されてるねー。あ、配線が間違えてました。あとはちょっと装飾して、こんな感じになりました。村にはそんなに手つかずだな。今回はメカニカルローラーとエレベータープーリーを使うのがメインですからね。しかも建築やるとあと1週間くらい動画投稿遅れますから。建築発作起きてる？これでかわいそうな村長を助けてあげることができました。そういえばそんな目的だったな。いいですけどね。ということで、今回はここまで。メカニカルローラーもエレベータープーリーも無限の可能性が見えてくるな。メカニカルローラーに関してはあと2つモードがありますからね。近いうちにそのモードも使ってみようと思います。それではまた次回お会いしましょう。次回海の中に潜るらしいぞ。